Friday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月15日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋お送りいたします。今日はですね、皆さん待ちに待ったですねステッカー当選者のね発表がございますんでね、皆さんね耳の穴かっぽじって聞いてちょうだいね。滑り落ちマスクマンでございます。はい、やっと秋らしくなってきましてですね、先日は、新米を買いに行きました。いやー早く新米が食べたいんですけれども、ちょっと我が家はまだ去年のお米が残ってますので、ちょっとしばらく楽しみにしてましたいと思ってます。味噌煮込みスキーと、実はですねちょっと先週じゃないですね、一昨日、日曜日なんですけども、まあ土曜日からもなんですけどね、私暴飲暴食しまして、で特に脂っこいもの、揚げ物とかをたくさん食べちゃったんですよ。それがですねまだ尾を引いてて、未だにですね胃がムカムカしてるんですよ。ただですね隣にいる男を見るとということで、あるかもしれない。もしかしたらもっと油っこくなってるってこと？ちょっと、くどいかな。くどいながら。くどいかな。と思ってるダンサーズでございます。はい。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはファッション。今夜のテーマはファッションです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワで検索してください。本日電話ゲストコーナーは、リスナーさんで写真家のイミグレさんです。22時13分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい田橋中田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越取引代行は名古屋港区JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、
問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、ご紹介しますね、はい、高保さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、じゅんにさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、カープボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーさん、家をそってもやくみつるさん、皆さん、はい、こんばんは、あれ家になっちゃった、家をそるひげだね、うん、家をそってもやくみつるさん、こんばんは、ワン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 、今日の沖縄は、うん、午前中雷がやばかった。そうなんですね。なんか爆弾でも落ちたんじゃないかっていうぐらいすごかった。しかも連続でっていうことで、あ、雨降ってたのはしてるんですけど、雷もすごかったんですね。まあまあまあ、うん、大丈夫でしたでしょうか。はい、はい、岐阜の9人のバーバーさん、皆さんこんばんは、ご飯作りながら聞いてますということで頑張ってください。ありがとうございます。今日もね、美味しいの作ったね。ね、メニューなんだろう、うん、じゅんにさん、名古屋降り始めましたということで、雨が降ったみたいです。そして食欲の秋ということで、本当です。さっきのダンサーズみたいになっちゃうよね。でも食べ過ぎは気をつけてくださいね。沖縄大好きさん、こんばんは、名古屋、名古屋どこでもドアっていうことで、どこでもドアがあるといいな。あ、そうだ ね、はい、沖縄大好きさん、くどいてっていうのはさっきのね、ダンサーズの返事ですね。はい、今夜のテーマ、マンションではなくファッション、そうです、うん、マンション、あれ、これリストさん叩かないでくださいね、そしてですね、ジュンニーさんがマンションだけどどちらかというとアパートってなんかジュンニーさんの住んでるところの話なのかな、これは。カンポイさん、コーディネートはコーディネート一色のコマーシャルでした。ああ、なんかあれ、シャレなんだ、うん、ちょっとそのかかってますよね。で、うん、スルーですね。ファッションでなく嫁入りヒーローが派手だったけど見てません。あ、嫁入りヒーロー、だからなんていうの、その衣装っていうのが あれなんだろうね、派手っていうことだよね。はい、ヤンポーさん、久しぶりの、ヤンバル東村からヤンポーだぜ、寝落ちから今起きた、おはよう、おはようございます、おはよう、王子まだいたのか、もう潮時じゃないのかいや、とりあえずまだ大丈夫みたい、賞味期限切れてないよもうまだいたのかってすごいはい、ツインクルちゃん、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、私ファッションに興味ないです。ええそうなの、そうなの、はい、沖縄大学さん、うん、あ、パートに行かなきゃ、私は急いでアパートから、あ、アパ、私は急いでアパートから出発なんちって、あ、これシャレだったんだ、あ、そういうことだね、あの、すいません、リスナー殴るのやめていただけませんかペーターさん、ファッ、ファってなんだろう、ええ、ファッションのファ、あ、そういうことか、うん、ジュンニーさん、ジーパンの膝に穴開いてます、古いからあ、でもそれ一番かっこいいじゃないですかあの自然に破れるのってね、ファッション、あ、そうか、ファッションで穴開いてるわけじゃなくて、はいっぱい履いて穴が開いちゃったってことかな。あの王子あれですよ、はい、軽石でこすってちょっと色落として、ちょっとこうビリビリっていう風に、うん、
あの下履いてたことありますよ。それなんて言うんですかね、あのダメージ、そうそうダメージ、おー、うん、俺トークでダメージ受けたけどえ、いついつもいつもいつもだよいつもなのいつって、いつって言ったらびっくりした今いやいつって聞く方がダメじゃないのあ、そうなの、うん、で沖縄大使さんが久しぶりに叩かれたっていうことではい、はい、高保さんが、私は私服よりもサッカーウェアが多いんです。なのでファッションを意識することがありませんでした。興味はないですし、そんなに奇抜でなければ良いのではないでしょうか。でもあのサッカーのユニフォームって結構こうなんていうのかな、あの華やかっていうの、鮮やかなユニフォームありますよ ね、 そうですよね。なんか本当にね、いろいろおしゃれですよね、うんうん、あのデザインとかもね、うん、ちゃんとそういうなんていうスポンサーさんのね、あの広告というか宣伝をうまくこう、うん、いいレイアウトで載せて、ね、うん、ありますよね、うん、を使ってるなって思います、うん、ということでですね、うん、ツイキャスをいろいろ紹介しましたけれども、うん、CM の後は電話ゲストコーナーです。はい、イミグレさん登場です。はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。はい、ではゲストコーナーです。本日はリスナーで写真家でありますイミグレさんです。こんばんは。こんばんは。どうもいつもお世話になっております。どうもご無沙汰しております。いえいえ、こちらこそあのご無沙汰しております。お元気ですか？はい、あの元気にやっております。ただちょっとあの若干胃もたれはしておりますけどあ、そうなんですか。はい、改めてですけども、あの自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか？はい、ですね、まあ、あの本業は普通のサラリーマンなんですけども、実は副業で、フォトグラファーをさせていただいております。ラジオネームイミグレと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私ですね、あの、おととしですね、おととし の、はいはい、あの12月だったと思うんですけども、あのイミグレさんがくもじで、あの写真展ですね、はいはい、あれは個展になるんですかね、あれば。そうですね、あれはもうあの完全に個展になりますね。はい、
でこちらのですね、はい、はい、個展の方にはお伺いの方をさせていただきました。いえいえ、その説はどうも ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。本当ですね、写真私見てたんですけども、はい、もう本当にわ、こんな風な撮り方あるのっていう感じで、すごく、はい、いい感じで撮れてましたね。ありがとうございます。はい、実はですね、はい、まあ写真って言ったらどちらかって言ったらもう綺麗に撮りましょうかっていう風な、はい、感じで皆さん撮られると思うんですけど、はい、私の場合はその綺麗に撮るプラス、はい、絵画的なアプローチはできないかなと思って、はい、でああいう形で、はい、作品作りをさせていただいてるんです。はい、ではちょっとですね、私事前にですね写真の方を、はい、いただきましたので、はい、一度ちょっとこれを皆様にご覧いただこうと思います。ありがとうございます。はい、ツイキャスをご覧の、皆様には今写真の方投射してるんですけども、これは私今写真見てるんですけども、はい、これは空港だなっていうのはすごくすぐ分かるんですけども、これはちなみにどちらでお乗りになられたものなんですか？はい、これはね、我が家から車で15分ぐらいの伊丹空港になりますね。伊丹空港なんですね。そうなんです。これはちょうどこれ離陸する前のところなんですか？飛行機ですけどね。そうですね、ランウェイに入ってきて、はい、さあこれからテイクオフしようかっていう寸前の瞬間ですね。はい、そうなんですね。これなんかすごくですね、この胴体の後ろですね、テールがすごい光ってるんですけども、はい、どういうふうに光るんですか？そうなんです、飛行機それぞれに特徴はあるのですが、はい、まああれですよね、後ろのところですよね。はいはい、この飛行機あれ737っていう飛行機なんですけど、はい、これの場合は、はい、後ろの船尾灯が、一つになってます。はい、そうなんですね。でこれプラス、この誘導路のこのランプですね、はい、これが、はい、そうですね、これが幻想的な感じしてますし、ちょうどこの、はい、翼の近くのこのランプですね、これも誘導路なのかな、これもなんかすごく色が綺麗で、なんて言うんでしょうか、イルミネーションのように見えますよね。ありがとうございます。実はですね、はい、写真を撮るときにはいつも意識してるんですけど、はい、世の中に光ってたくさんあるんですね。はい、普通に撮れば撮れる光、はい、あるいはちょっとじっくり見れば、はい、撮れる光っていうのがありまして、まあ飛行機の場合は動いちゃうんですけども、はい、もうギリギリまで、はい、動かない寸前までシャッターを開けてその光を集めると、撮影の時にそういう風にさせていただいてます。これ逆に動いちゃいますと絵が流れちゃいますよね。そうなんですよ、なのでこれでだいたいシャッタースピード1秒から2秒ぐらいですかね。はい、1秒から2秒開けてる状態ですか？そうなんです。はい、すごい、私この色合いがすごく幻想的で、あと背景のこれ多分住宅地なんですかね。これそうですね、この色自体も何でしょう、はい、本当にこれも同じくイルミネーション的に光ってるように見えるんですよ。そうですね、これね、背景に映ってるのが宝塚の、はい、住宅地、山の上にある住宅地なんですけども、はいはい、こちらの方もパッと見たらね結構暗いんですよね。はい、けどその中でちょっと時間を置いてやればこの家の明かりとかが、はい、ちらほら映り出すっていう形になります。すごいですね、すごく計算されてお撮りになられてるなっていうのが感じられます。でそうですね、はい、でもう一つですね、これ1枚目で2枚目がこちらですね。はい、これははい、はい、食事を夕日を見ながら食事をしようとされてるのかなっていうふうに撮れるんですけど、それだけじゃないですよね。うん、おっしゃる通りで、こちらの方はあれですね、ヤンバルにあります、はい、はい、奥間プライベートビーチホテルの、はあ、
あのクラブラウンジなんですね。あら、いいとこですよね。ええー、もう写真を撮るためだけに泊まったようなもんですよ、本当に。いや、これめっちゃいいとこですよね。もう分かりますよ。はい。うん。あの、それでちょうど夕日が、あの、はい、席の正面に来たので、はい、あ、これはいいなと思って、ね、さらに、テーブルがね、ガラス張りやったんですよ。はい。うん、ならば、この、あの、外の景色も一緒に含めて、はい。あの、一つの風景として撮ろうっていうコンセプトで撮らせていただきました。うん、もうですね、うん、今ちょっとこの、 あの写真を見てて絶対これしたいっていうものがいますので、はい、そのものに変わります。あ、そうですね、はい。あ、あのご無沙汰しております、みそ煮込み好きでございます。あ、どうもご無沙汰しております。いや、あの、はい、以前写真展でですね、あの夜景の写真をね、はい、たくさんあのちょっといろいろ見させていただきまして、わあ素敵だなって思ったんですけど、はい、今日ですね、あのちょっとこの夕日の写真でちょっと、はい、またさらになんか感動しましたけれども、あ、ありがとうございます。今おっしゃってるように、あの絵画的っていう言葉が本当にぴったりな作品だなと思いまして、なんかなんでしょう、普通にね、あのこう夜景の写真とか風景の写真を撮るといかにも写真ってなるんですけれども、なんか一つ、はい、なんか足りないなっていうのは、やっぱりその絵画的っていう要素ってすごいとっても大事なんだなって今この写真を見て思いました。ありがとうございます。実は、はい、こういう写真の撮り方をされてる方はもう先人の方でいらっしゃるのはいらっしゃるんですけども、私の場合はあのちょっとね、あの個人的に、うん、あの青色というものにこだわって、でその青色をどうやってあの混ぜながら表現するか、うん、あるいはあのそれにプラス、例えばこれ夕日の写真なんですけど、あの雲の雰囲気みたいな、そういうものも取り入れてどうコントラストをつけるかということを考えて、これは撮らさせていただきましたね。なるほど、コントラストっていう、そうですね、本当ですね、なんかこの影と光と、このまたビールの、この、はい、ビールだと思うんですけど、グラスのね、この透明感というかね、またそこがすごいなって思いますけれども、はい、今ですね、ツイキャスでご覧の皆様がですね、ちょっともういろいろコメントがたくさん来てますので、ご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。沖縄大好きさんが、やば、めっちゃ綺麗って。で、ヤッポーさんもすげーって言ってます。で、あのトングさんもファンタジー。はい、で、ジュンニーさんは写真はてなっていうぐらい、そうですよね。で、沖縄大好きさんも写真というか絵画に見える、まさにね、あのこの絵画的なっていうところがあれですよね。で、そうですね、はい、こんなにキラキラしてる写真が見たことないって、そうですね、うん、で、高坊さんがラッセンの絵みたいっていう、ね、うん、ありがとうございます。で、このトングさんもラッセンみたいな発色ですねということで、はい、皆さんちょっと驚かれてますけれどもね。もう一枚、うん、ありがとうございます。もう一枚あるんですか？はい、まだありますので、はい、もう一枚いきますね、はい。お願いいたします。これもすごいですね。あ、これはね、実際に写真を、はい、拝見、ね、見させていただきまして、はい、本当にね、茶碗ですよね、うん、おそらく。花火、そうです、はい、皆様おなじみの茶碗の土曜日の花火ですね。ね、あのこの花火のね、本当に素敵で、うん、はい、まさにね、あのこの確かにおっしゃる通り、あれですね、あのブルーが結構やっぱりポイントになってるんですね。そうですね、特に茶碗の場合は、あの黄色い照明が多いので、はい、そのまま黒にしちゃうとちょっとね、コントラストがあの厳しくなるんですね。うん、うん、なのでまあちょっとブルーを、あのまあ紺色ですね、紺色の部分をちょっと強めにして、で、うん、強めにすると今度はあの花火の色が消えちゃうので、それを消えない程度にちょっと味付けをさせてもらってます。なんかもうそこまでいろいろ色彩のことを考えて、色調のことを考えてっていうところで写真を撮られてるんですね。そうですね、あの、あんまりにもやりすぎると、うん、あの今度すごく不自然に見えてしまうんですよ。このね、その不自然にならない程度にっていうところがまた難しいところですよね、きっと。
そうですね、どっちかといえばもうブルーを前面に押し出せばいいんですけど、そうなると他の色が死んでしまうので、だからそれも生かしながらという形になります。でトングさんがブルーって幅広い色ですねって、明るくも暗くもなってっていう風でコメントいただいております。そうですね、例えばあれですよね、空の色、水色もブルーですし、あとそれからまあ紺色もそうですよね。あと黒に、こんな素敵なね、写真いろいろね、もうまた写真展楽しみにしてるんですけれども、計画ってあるんでしょうか？そうですね、今ちょっとね、取りだめをしてる最中なんですけども、はい、100点取って100点全部飾るわけにはいきませんので。そうですよね、写真って本当にたくさん撮ったうちの何点かでしかね、こう、いや、何百枚何千枚と撮ったうちですよね、はい、きっと。あ、はい、せっかくなのでまだ写真ありますので。あるんですか？じゃあ、はい、いきますね。はい、お願いいたします。ちょっと拡大しましょう、ね。あ、これはあれですね、首里城。そうですね、消失する前の首里城です。わあ、またね、貴重なね、今となっては貴重なこのね、写真ですけれども、これはね、あれなんですよ、実は火災がある10日前に、はい、そうなんですか、偶然取りに行ったんです。はあ、で、ここのね、首里城っていうのはすごいフォトジェニックの場所で、いろんな表情を見せてくれるんですけど、はい、実はコントラストがすごく強くって、撮るにしても編集するにしてもすっごいハードルの高い風景なんですね。建物の色もね、赤が鮮やかですので、また写真を撮る時のコントラストって逆に難しくなるってことですよね、きっと。そうなんです。で、リオタに映り込んでるのと、あと木があるから暗いですよね。ここの収まりをどうするかっていうのでかなり苦労した写真ですね。全く正反対の色合いのものを出す、それぞれ出すっていうのは難しいですよね。そうなんです。だからあれなんですけど、写真の編集ソフトをもちろん使ってるんですけども、そこのところで細かく調整をしながらこの色を出していくっていうことになりますね。ただし、この写真に関しては首里城の赤は絶対に譲りたくなかったんで、だからそこを殺さないようにしました。はい、じゃあちょっと最後ですけども、この写真です。はい、はい、これはどちらなんですか？はい、これはね、アベノハルカスという200メーターのビルですね。はい、のそこの上から撮りました。そうです、そうです。はい、で西側を向いてまして、方向は神戸方面ですね。はい、そうすると、これも日没直後ぐらいなんですか？これはね、実はね、日没直前なんです。直前ですか？はい、というのも、はい、日没になってしまうと今度は色がね、暗く沈みがちになるんです。はい、で、あれなんですよ、このちょっと明かりが欲しかったので、はい、日没直前の写真を撮って、そこから調整してこういう色合いに仕上げました。ああ、そうなんですね。ちなみにこの時に、そのはるかその展望台に2時間ぐらいおって、はい、2時間ですか？へえ、警備員さんに不審そうな顔されました。そうですね、まあ、その不審なというところでですね、どうしてもですね、この不審のワードにすごく適切なものが隣にいますので、変わります。はい、こんばんは、はい、王子でございます。あ、王子、ご無沙汰してます。どうもご無沙汰しております。もうね、王子の時間がもう全くなくて、もうね、終わりの時間に近づいてますけども、もう一言だけ、多分これはしゃべるなという天からの声じゃないですか？ね、イムグレさんね、もう一言だけ、はい、今度はですね、私をね、はい、題材にしてですね、ブルー のスパンコールのついたね、シャツを着ていきますので、はい、あとね、はい、ありとあらゆるところの毛はね、ちゃんと綺麗にね、剃っていきますので、おだまり、幻想的にアートスティックにちょっとね、撮っていただきたいなって、そんな風に思ってますよ。おだまり、分かりましたよ。じゃあ照明持ってってキラキラにして、顔だけ映らないようにして撮りましょうか。誰かわからないっていう。
そう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 、そこがおしゃれ。あ、でもね、それはもしかしたらですね、あのオーラと皆さんがね間違えちゃうかもしれませんね。いやー、あのあれしますわ、あの後ろから照明つけて、あの顔だけ飛ばしますよ。それ一番いいかもしれないですね。うん、うん、で、あの服だけ、あの照明当てて、あら、キラッキラキラッキラですね。でそれがまたこうですね、あの幻想的なね、形にとっていただくとですね、もうこれも皆さんが喜んじゃうかと思うんですけども、ね、誰が映ってるのかっていうね。うん、あのそれちょっとお出しすることはできないと思いますので、そのまま全部差し上げますから。あ、これ世に出ないっていう。今そういうことです。はい。ソフトで簡単にあれじゃないですか、あの、うん、この存在を消すことができるじゃないですか。存在を消す？はい。あ、できますね。あの Google さんありがとうってやつね。あ、そうですね。あ、そう。あの消しゴム機能で。あ、そういうことね。あの王子映ってるようで全く映ってないっていう。いや、あのいない。そうそうそう。あ、うん、いないパターン。あのよくある映す価値なしってやつですね。あ、そういうことね。これもしかしたら、まあ、そういうパターンでいきますとね、もう昔ありましたよね。あの火に炙ると出てくるみたいなさ、とか水につけると出てくるみたいな。はい、うん。そういうパターンなの、もしかしたら。いやいや、もう機械的に。あ、機械的に。編集。あ、編集。うん、あ、そういうことですか。じゃあそうするともうあの光だけがあの当たってるのが皆さんに見えてるっていう。いや、じゃあ普通の背景に映る。あら、普通の背景。そう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 。存在すらないように見えるっていう。うん、あ、そうなの？はい。今素晴らしい、うん、すば、ミグレさん今のソフトすごいですよね。うんうんうん、そうですね。あの顔だけ抜くとかできますからね。できますよね。さ、差し替えることもできますもんね。あ、あ、あ、差し替えるのね。はい。あ、そういうパターンよくありますね。うん、あのちょっと違う、あの、グラビアなんか見てるとそういうことがございますね。はい、そうそうそう。うん、すごいつなぎ目もわからないようにね。ちょっとそれ違う、あのあれに言ってますよね。うん。うん、やはりそうしたら面白いかな。うん、あ、あ、そうなの？うん、なんかもしかしたら。まあ、あの、あれ？撮らせていただきますけど、はい、あの、あとはお好きなように。あ、お好きなように。使ってください。お好きなように。これはもう一番いい言葉でございますね。お好きなようにが。あの、あれも入れませんので、写真にはクレジットも入れませんから。あら、まあ、そうなの。あら。いや、私はね、うん、王子とイミグレーさんで思い出したことがありますよ。あの、はい、君がごぼうの時ですね。はい、うん、去年の11月。はい。はい、あの時は、すっかり王子の時間がなくなったなっていうのを思い出しましたわ。そうですね、あの時は確かヤスさんとの楽しいあの会話の時間のところに王子が入ってきやったんですよね。そうですよね。あの時長かったですよ、うん、30分ぐらいずっとねスタンバイしてましたからね。うん、王子が今か今かとしてるところでね。そうなんですよ。うん、まあ、でもやっぱりね、あの時はほら、ね、イミグレさんの、ね、はいはい、あの素敵なスペシャルトークの時間でしたから ね、まあ、ね、やはりウィークリーコンビニラジオでね、はいはい、ご紹介したかったので。あ、そういうことですね。途中から王子はあの滑りないと乗っ取ってやろうと思ったんですけども、おだまり、なかなかそういうわけにはいきませんでしたね。まあ、最後はですね、いやいや、うん、うん、もうあれですやんか、あのヤスさんのまあさばきのお上手なこと、お上手なこと。今ちょうどそのヤスさんがね、ツイキャスでコメントいただいております。こんばんは、聞き始めた途端に映す価値なしの言葉が入ってきて受けました。だからですね、まあ、いろんなところで私ですね、まあ、分からないうちにあの、はい、退場させられてるっていうね、うんうん、どういうことっていう。タイミング良かったですよ。あの王子の時間はないの、うん、みたいなね、うん、最後声だけね、こうリバーブのように声だけがね、残ってましたけども、あのイミグレさん、ちょうどあのイミグレさんがお話しされてる時、この男後ろでそわそわしてたことってご存知ですか？はい、後でね、実はヤスさん のアーカイブを拝見した時に後ろでうろうろしてるのをちょっと見てましたね。多分本当にですね、いつ入ろうかと思ってこうスタンバイしてましたから、うん、足一歩出した途端に、うん、違う方ご紹介されて、あれ王子の番じゃないのっていう、うん、そういうのがね、ずっと続きます。30分ぐらい続いてましたから。そうですね、あとね、実際に実力講師で退場っていうのを僕生まれて初めて見ました。まあそうですよね、王子もびっくりしたもん。うん、いつの間にか両腕をね抱えられてね、昔よくあったじゃないですか、ちっちゃい宇宙人がね、両脇を抱えられてるっていう、うんうん、あのパターンですね。いや、なんか久しぶりにああいったもの見ましたよ。抱えられてた、うん、引きずられてた、うんうん、あれ本当にね、引きずられましたからね、うん、王子が画面から消えた時にびっくりっていう、うん、これはそう、
本当にね、画面からね、あのフェードしていきましたからね。声だけが残りましたよ。うん、まあ、本当にあの時は、あのその説はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また、はい、まさに伝説の回になってしまったなっていうことで、素敵なあの放送回になりましたけどもね。あと山中智文さん、かっこ税理士、こんばん名古屋、イミグレさん、イケボということでね。ありがとうございます。イミグレさんがイケボということでいただいております。うん、で伝説の王子、強制退場ということで。もうこのまま顔は出さないようにしましょうかね。なんか君村さん、近々沖縄などに行かれるんですか？そうですね、今月末と、はい、来月の文化の日あたりに行こうかと考えております。あら、またそうするとその時に写真をお撮りになるんですね。はい、いえ、今回はね、ちょっとイベント絡みなので、はいはい、撮ってる時間はないかな。ああ、うん、そうなんですか。まあ久しぶりにちょっと沖縄堪能してきます。あ、楽しんでください。まだまだその時期でしたら十分あったかいですし、まだ風は吹かないと思いますので、はい、またダンサーズさんとは12月に那覇でお会いできたら。あ、そうですね、あれですね、はい、あれです、あれ、くもじのあれですね。何ですか？そう、あれです。はいはい、じゃあ、くもじのあれでまたお会いできることを楽しみにしております。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、また写真展ありましたら告知させていただきますので、その説はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、本日はリスナーで写真家であります、イミグレさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。失礼します。ありがとうございました。名古屋は栄養コーナーでございます。この後ですね、この後ですね、もう、はい、今メール行ってください。あ、メール行きますか？はい、メール行ってください。はい、そうしたらですね、はい、ちょっとこれはですね、はい、初めて、お便りしていただいたのかな、はい、ラジオネーム、YA さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、最近聞き始めた YA です。ありがとうございます。まさか結びイズムのオフ会でお会いできるとは思いませんでした。ありがとうございます。先々週から、結びイズムひとみんゲスト会で初めて聞いて、こんなにマークが頭に浮かんだことは勝ってなかったかも。ハテナマークね。ハテナマークだね。ひとみんの、あれこれもそうだけど、沖縄の宜野湾で名古屋ダンサーズ、ダンサーズせずの人、あ、ダンスしないっていうことだね。はい、味噌煮込み好き、聞いたことあるぞ。名古屋の滑り王子にマスクマン誰？誰？王子のこと知らないの？そうだよね。まあいろいろ分かっちゃいましたけど、よろしくお願いいたします。ROK 技術クラブと日曜日のグルーブリスナーでもある YA でした、ということでございます。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、ひとみんさんのゲスト会を、うんうん、聞いてくださって、うん、まあ、それがご縁で、うん、また結びイズムのそのオフ会の時にね、うん、実際に YA さんとお会いしまして、はい、それでいろいろ杞憂名古屋とはなんぞやっていうお話をしたんですね。はい、それでまた聞いてくださるということで、うんうん、今日本日メールいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、これもファッションで来ています、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。味噌煮込みスキーさん、王子こんばん名古屋、あ、ダンサーズがあった。ごめん、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、王子こんばん名古屋。名古屋、名古屋いっぱい殴ったけど今。テーマファッション。ファッションセンスはあるかと言われるとゼロ、そんな僕ですが、
冬のシーズンになると長ズボンにパーカーを着るというシンプルなスタイルでやっています。ああいい、かっこいいじゃないですか、うんうん、ということでございますけどね、まあ、シンプルが、ね、結構一番あのかっこいいってことがございますんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃああと1つお願いします。じゃあ1つ行きましょう、はい、お願いします。はい、続いてですね、旧名古屋の皆さんこんばんは、岐阜の9人のバーバです。ありがとうございます。ありがとうございます。センスもないしファッションとは無縁の私です。あら、そうなの、でもファッションセンスを身につけたいですね。センスある人を見習って少しでもセンスを磨きたいです、ということでございます。でもね、好きなあの、まあ、芸能人の方とかね、モデルの方とか、あとこうファッション雑誌なんかあるじゃないですか、はい、うん、でそういうのをちらっと見て、あこんな感じがいいなっていうのをね、頭に入れると、まあ、王子なんかはね、昔は結構そんな形でね着てましたけど、なかなかその同じような服とかをこう手に入れるのが難しいですね。ですごい高価なものだと買えませんので、なかなかそれも難しいんですけども、まあ、その似たような感じの、うん、まあ、格好はしてたかな昔はですね、はい、うん、今はね、ちょっとそこまでのね、ファッションセンスが落ちましたので、まあ、体型もございますけどね、うん、ちょっと体型がですね、昔のようなこうね、少年隊の東みたいな感じにはもういきませんので。なんか若い時結構スタイル良かったね。はい、うん、若い時 ね、 若い時ね、今はちょっともうだいぶおじさんになってきましたよね。はい、ということで、はい、名古屋栄養コーナーですね、はいですよ、はい、はい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、ステッカー当選者で、ね、発表したいと思うんですけども、はい、お願いします。うん、まあ、王子ね、たくさんの、ね、応募の中からですね、うん、王子がね、一応ね、ドスンって座ったところにね、あったものを選びました。え、選び方の、たまたま、あ、座ったところに、あ、ここ応募のね、メールが来てるっていう、はい、うん、はい、ということでございますけども、お一方目はですね、はい、じゃじゃじゃん、名古屋ネーム、はい、沖縄大好きさんです。おめでとうございます。ちゃんとね、このキーワードもね、クラシカルでアカデミック、ね、いいですね、はい、合ってますね。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。もう一方はですね、はい、あら、これはね、ちゃんとね、キーワードはね、クラシカルでパン、で、ミック、うん、合ってますね、うん、ということなんですけども、ただね、匿名希望になってるんですよね、うん、まあ、そう、うん、匿名希望さんなんですけども、はい、当たりまして、王子のちゃんとですね、うん、血圧のかかったメールちゃんと読んでますので、ね、はい、当選しておりますので、おめでとうございます。多少住所書いてあるから送れます、ね、はい、送れますね、はい、じゃあ楽しみにお待ちください、はい、お待ちください、はい、お待ちください。ということでいいですかね、はい、はい、じゃあ名古屋は栄養コーナーです。あれ、今日ステッカープレゼントやるんですか、今週は。やります、あ、やります、やります。はい、うん、じゃあ今週も。今週もですね、引き続きステッカー希望とお送りいただければ、うんうん、お送りさせていただきます。一応、キーワードは？キーワードは同じですので、はい、まあ、これ分かりやすいですよね、はい、先週と同じですので。はい、ね、でも私変えたいな。変えたい？変えたい。変えたい？うん、じゃあ、何がいい？変えるとなかなかあれですけど、うん、じゃあですね、あ、いいですか、はい、じゃあキーワードを発表します。はい、よくメモを取ってください、はい、いいですか、はい、いきます。王子滑ってますこれです。あ、わかりやすいですね、はい、じゃあ、今週のキーワードは王子滑ってますでお願いします、はい、滑ってますね、はい、ということで名古屋は栄養コーナー、今週もステッカープレゼントやってます、こうでした。キウナ名古屋、
イミグレさんからですね、お邪魔しました、はい、取り留めのないお話にお付き合いいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。こちらこそありがとうございました。王子すごいいい話ができたよ今日も。また自画自賛して、うん、はい、じゃあメールいきますよ。はい、銭形警部さんからです。ありがとうございま す。本日のテーマファッションといえば、30年前に沖縄から鹿児島に転勤でアパレル販売の仕事をしていた私は、当時流行のファッションであったぴったり T シャツかっこピタティをお客様に販売するために着ていたら、他の社員がピタティを着たら似合うのに、背丈があって痩せ型の私がピタティを着るとあまりにも似合わないために社員たちから爆笑されまくりました。うち一人は、銭形さんはスーツなどの清掃を着たら様になってかっこいいのに、ピタティを着たら似合わないと言われ、以降はピタティを二度と着ることはありませんでした。お三方はピタティを着たことはありますか、ということで。流行りましたよね。ピタティっていうかね、普通サイズを買ってしまう、ちょっとワンサイズちっちゃいの買ってしまったら、うん、知らない間にピタティになってたっていう、ね。あれなんか裾も短かったですよね。あーでもそういう時ありますなんかね、ありますよ ねおへそが出るのが嫌 で今だと、うん、なんていうんですか、このちょっとピタッとしてるようなそのインナー的なもの の、うん、その T シャツとか長袖 T シャツなんかもそうなんですけども、うん、まあよく職人さんなんかが着てるのかな、うん、そういった形で下のパンツっていうのかな、うんうん、ズボンっていうのか、そういうのもね あるみたいで、うん、結構それがピタッとしてますよね。でその上にまた一枚まあ暖かくなるようなものを着るとか、うん、してますけども、まあ、夏場のですねピタはですね、まあ、王子の場合ですね、ちょっとこうちょっと違う意味でですね、女性方がこう、目を引いてしまうことがございますので、よくさ、ね、普通にしててもいいんだけど、ちょっとこう、透けて見えてるよとかあるじゃないですか、こう胸元が、うん、それがちょっとこうみんな可愛く持っちゃうんだろうね、王子のことをね。おだまり。え、それダメなの？地獄を見るわよ。ダンサーズはピタティって着たことあるの？ないし。ないし。だいそれ着たらどうなるか分かるでしょ。まあ、メール行こうかな。はい、はい、王子、ダンサーズさん、味噌煮込み式さん、こんばんは。こんばんは、ジョージさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ファッションですが、年齢を重ねるとだんだん面倒くさくなってきて、どうでもいいという気持ちになってしまいがちですが、それだと余計おじさん化が加速してしまうから、最近は外出時はトレーナーなどのスウェット系を着ずに、ニットシャツ、スラックスのきれいめ系統を意識して着用するようにしております。でも本当はスウェットが楽でいいんだけどなということです。あ、まあそうですね、楽は楽ですもんね。でも今でもおしゃれなのありますよ、スウェットで、うん、だからおしゃれなスウェットだから、ちょっとその柄がですね、可愛らしいとかちょっとかっこいいとかってのありますよ、うんうん、いかにもっていうデザインのスーツじゃなくて、おしゃれめなスーツにすればいいのかな。そうそう、そうすると外に出やすいっていうのかな、うん、ただ単にパジャマじゃなくしてですね、うんうん、そういうのもありますから。なるほど、うん、あれ沖縄大好きさんが22時47分、はい、目を引く、透けて見えるよ胸元が可愛く思っちゃうで、イエローカードで、なんで今日もイエローカードで決まりました。なんかすごいプリティだなと思ったんだけどね。おだまり。山中さんの乳首っぽこ王子ってどういうこと？だからこう今のよう乳首がこうね見えてますよ。チビT着てるからってね。ピタピタTか。そういうことか。うん、なんだろうと思って。それを王子はね強調したかったんですけども、さすが滑り王子ね、よく分かってらっしゃる。滑り王子は滑り先生でした。おだまり。もうすいません、そうやってあなた言いますけどね、税理士法人ベシタックスのスポンサーでございます。いや、よく存じ上げておりますよ。代表の方なんですね。よく存じ上げておりますよ。ただですね、はい、もうね、匂いが一緒っていうね、はい、うん、ただそれをですね、まあ、皆様がこう滑ってらっしゃるっていうふうにおっしゃいますけども、それ全く違います。あ、まあ、センスの問題ですね、これはですね。まあ、お二人とも滑ってます。え、語ります、滑ってます。え、まあ、スポンサーさんでもありますけども、はっきり言います、ダダ滑りです。え、はい、ダダ滑り、はい、ペーターさんが埋める胸元滑り王子って、はい、ああ、ちょっとそれは汗ばんでるってことかな。あ、そういうことか。12さんが
胞子詰まってますよ。んん、あ、ジュニさん、私が滑ってるっていい、でもいい、いいですね。今日も冷えるわね。じゃあメールお願いします。はい、メールいきます。こちらはですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそ煮込みすきさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。20代の頃はファッション誌なるものを買ったことがありますが、最近はファッションにはさほど興味もなく、流行りなんてものも無縁で、何年も前の洋服を着たりして過ごしています。洋服も3000の値札を見ると高いなと戻してしまいますね。皆さんはファッションにお金をかける方ですか、ということでございます。やっぱりね、高いものありますけども、今リサイクルとか、ね、こう古着がちょっとおしゃれなものがあるなっていう風に購入されると、安いものなんかもね、あると思うんですけども、まあ、今ネット販売安いですね。まあ、でも考えてみたら、昔って本当にファッションに何万円もお金かけたりとかしてましたよね。してましたね。あれですね、銭形警部じゃないですけども、うん、そのスーツが、ね、流行ってることは DC ブランドで、ね、そうですね、デザイナーズブランドが流行ってる頃は、うん、やっぱりそれなりに高かったですもんね。そういったものを皆さん、ね、着てらっしゃいましたね。そうですね、まだ全体に含む値段もね。銭形さんね、私前にもちょっとお話ししたんですけども、どうもね、スーツの格好、私見てるんですけど、うん、パチンコ屋でどうしてもサボっている売れない営業マンみたいに見えるんですよ。オフ会の時にですね、はい、うん、すごい表現ですね。またね、ちょっとシチュエーションがかなり細かいですけれども、はい、沖縄大好きさんが、滑り王子と滑り税理士、どちらも滑り上手。あ、その通りだと思います。で、イミグレさん、ヘアピンを全部ドリフトするくらい滑ってますよね。おっしゃる通りです。ヘアピンカーブ。決してですね、はい、私たちはですね、このオンエア前とかにですね、滑りね、税理士先生もそうですけども、はい、ね、バターの塗りたくったね、パンを食べてるとかね、滑りが良くなるようにとかっていう、そういうね、ローションをね、口の中に入れてるわけじゃございませんので、うん、ただ単に自然な喋りですね、はい、よくね、言いますけども、きちっとしたトークをしていますので、うん、決して滑ることはございません。あ、ジュニーさんが、はい、一度だけセーターが1万円だった、洗濯で縮んだ。切ない。うん、1万円のセーターが洗濯で縮むんですか。うん、あれだとね、よく書いてありますよね、手洗いしましょうとかね。あ、うん、ね、切ないな。ということでございます。はい、ということでエンディングでございます。はい、来週のテーマは仮装。来週のテーマは仮装です。ハロウィンの仮装が楽しみ、私の心はいつも仮装、王子への仮装リクエスト募集などなど、皆様の仮装エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ハロウィンウィークっていつからなの。これですね、うん、この間連絡来てましたね、はい、10月25日から10月31日
なるほど、はい、あ、じゃあ旧名古屋の仮装する日は10月29日です。29日になりますね、はい、じゃあ来週はまだ普通で大丈夫？来週は普通で大丈夫ですね。はい、わかりました。じゃあ、はい、再来週ですね、仮装は。でも、はい、テーマは、来週のテーマは仮装です、うん、はい、あのみんななんか違う仮装になってるけど大丈夫かな？あの燃える方ですね。本当だ。あとあの仮想通貨の仮装みたいになってる人もいるけど、あ、お金貸そうかっていうのもあるし。仮装、本当だ。今聞いた、みんな今みんな聞いた。何、うん、あのダンサーズの、うんうん、これはあの滑ってる方に入る。はい、ということで、はい、ということで、はい、閉店。ガラーガラー、タイミング悪いな、息が合わなかったな。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。そうです、10月25日金曜日に仮装しますと言って、うん、はい、金ちゃんの仮装大賞とか言ってるけど、はい、あのヤスさん仮装券になってるけど違う違う、これまたちょっと、はい、違う部類ですよ。王子いろいろ調べられちゃうっていう、そんな感じですね。いろいろ調べちゃう。調べられてくださいよ。え、うん、それはダメだよ。それはちょっとダメだな。はい、ということで、はい、来週ですね。はい、来週もお聞きください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ステッカー応募もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おやすみなさい。